寂しい時は寂しいってなぜ隠さないね。あなたの前ではっきり言えなかったのでしょう。強い女だと会うたびにあなた思う必ず。仕事に追われ振り回されて帰った夜、一人の部屋で泣きたくなってうつむいてた。無理をするなよと電話してくれた嬉しい方は、もう少し歩きたい、最終の新幹線まで。いつも心の支えが必要な時はあなたに語りかけ、生きてる返事くれないことが返事なのよ。会社を辞めて結婚してる友達から冷やかされてから、心配になった。そんなものかな、駆け足の週末に、もう終わりのベルが鳴ってる。いつか信じてる愛を、信じてる道が、待てなくなる時が来るから、私は誰にも渡したりしない、あなたの約束を今度は聞かせて。いつか信じて信じてる道で待てなくなると